いわき市では昨日、解体作業の技術を競う解体ワングランプリが開催されました。大会では重機を動かす正確さや速さを競いました。また会場には大型の重機の展示コーナーや高所作業車に乗れる体験コーナーもあり、家族連れなどが休日のひとときを楽しんでいました。